こんにちは、オランチェリーのミカです。今日はガトーショコラを作っていきます。まず15センチの型にバターを塗ります。バターを全体的に塗りましたら打ち粉をふるいましょう。打ち粉は強力粉を使っています。強力粉をふりましたらクッキングシートを敷いてください。バターとチョコレートを湯煎で溶かしていきます。その間に生地を作っていきましょう。卵3個を割り入れていきます。ミキサーの羽でよくほぐしてから卵黄と卵白をしっかり混ぜ合わせます。混ざりましたらグラニュー糖を加えていきます。高速でしっかり泡立てていきましょう。ボウルとミキサーは少し傾けてあげると泡立ちやすいです。かなりもったりしてきたのがわかりますか？そろそろ生地の状態をチェックしましょう。一度止めてよく混ぜます。混ぜたら羽に生地を絡めるように持ち上げてどんな風に落ちてくるか見てみましょうか。一回溜まってほとっと落ちます。こうなれば泡立ち完了です。でこの後少し気泡を整えていきます。低速で 1,2 分ゆっくりとミキサーを動かしてください。粉類を加えていきます。薄力粉 30g、 私はドルチェを使っています。ココア、無糖のココアですね、25g です。ふるっていきますが、ここで一度ココアと薄力粉を混ぜ合わせるようにして入れてあげると卵の方の生地と混ぜやすいです。一度お粉類を全体的に広げてから混ぜていきましょう。コツですが、1時から7時にゴムベラを持ってきて9時でひっくり返していきます。底の部分をね、すくうようにしっかり混ぜていきましょう。もし慣れてきましたら両手でやっていきます。左手は11時ぐらいから6時に動かします。久しぶりにケーキを作ったのでちょっと混ぜすぎちゃいましたね。多少粉気が残っている状態で一度ストップしましょう。バターとチョコレートは溶かしてから50度ぐらいまで温めてから使っていきます。しっかり混ぜてから生クリーム 30g を加えていきます。そこから乳化するまでしっかり混ぜてください。ゴムベラでワンクッション置いてから加えていきます。底の方からしっかり混ぜていきましょう。バターとチョコレートは重いので底に溜まりがちですのでしっかり混ぜていきます。ツヤが出てきましたら刻んでおいたチョコレート 30g から 50g 加えていきます。型に入れていきます。少し高めのところから自然に流し入れていきましょう。最後の方はチョコレートや泡が潰れていたりとかしますので、型に近い方ですね、端の方に注ぎ入れるようにしてください。ちょっと色の濃いところがあるのが分かりますか？数回叩き落としてから焼いていきます。170度で20分から25分です。20分で一度様子を見てみましょう。一度出してみます。竹串で刺してみましょう。はい、この状態だとまだちょっと焼きが足りないのでもう少し追加していきます。今日は5分追加していっちゃいますね。5分経ちました。もう一度生地の様子を見てみましょう。竹串で刺してみます。はい、このくらいつきます。このくらいなら OK です。もう少しついててもいいくらいですね。軍手をして型の周りを叩きます。で、型より高いものを用意して乗せましたら周りのね、型をそーっと下ろしていきます。あれは今回あれですね、バターがちょっと足りなかったですね。はい、持ち上げて移します。底を外していきます。ペーパーは冷めてから外していきましょう。どっしりしたタイプがお好きな人はしっかり混ぜましょう。ふんわり仕上げたい時には混ぜすぎないように気をつけてください。今回私はミルクチョコを使いましたが、大人っぽく仕上げたい時にはビターチョコを使ってください。粉糖を振らないでカットしちゃいましたが、ぜひ粉糖を振って仕上げてくださいね。作ってみたいと思ったらチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。